ということで、まあ、お久しぶりですっていう感じですけれども、まあ、5年ぶりに、まあ、こうやってちょっとライブをするということで、まあ、アゲインなんてね、あのタイトルにも入ってますけれども、ね、本当にモーニング娘。では被ってないので、はい、逆に私はこうヤンタンで、うんうん、さんまさんとあのね、飯窪ちゃん一緒になるイメージ、はい、そうですね、うん、私もヤンタンでなんですけど、藤本さんは、うん、あの事務所が今一緒で、そうそうそう、なんかお会いすればするほど、うん、いろんなお話聞いていただいて好きになる好きに なりました。私がずっと質問攻めにするんだよね、はい、何してんのとか今何してんのそう、何どんなことやってんのみたいな、うんうんうん、そうそうそう、で私もなんか確定申告ってどうしたらいいですかとか大人じゃない。え、何歳でモーニング入ったの？16の時に入りました。そうか、16なんてきっと確定申告なんて言葉知らなかったよね。知らなかったです。ちょっともう一人ゲストを呼びたいと思います。工藤ちゃん、いやすいません、なんか出しゃばりみたいじゃないですか。いやいやいや、ごめんね。じゃあごめんなさい。でもほら、残ってくれるって言ったから。そうそう、ごめんね、なんか、はい、工藤ちゃんお昼にね。そうです、お昼に。あ、工藤遥と言います、うん、はい、よろしくお願いします。工藤ちゃんがお昼に出てくれたんですけど、うん、なんか残るらしいじゃんみたいな、夜の部も。もう見ていこうと思って、うん、あのこれはなんだろう、見ないってもったいなさすぎると思って。でも昼も、はい、見た。いや昼はそのモニターで見てたんですよ。なのでもう客席の後ろの方からでもいいから見ようって思ってたら、うん、あの藤本さんがえ、いるなら出ればいいじゃんってもうまさかそんなご好意 で、ね、ちょっといや、ご好意って思ってもらえるならこちらこそ光栄ですけど。いやいやいや、本当ありがとうございます。ちって思われたらどう。いや、そんなことないですよ。許してやるなんてバカねバカねバカね、どうしてあの子に取られちゃうのバカね、やっぱ涙ね、あいつかは ありがとう、ありがとう、おめでとう、おめでとうございます。皆さんもあのファン歴もし20年の方がいらしたらおめでとうございます。ありがとう。いやもうほんとごっちんとはこの間もね、ごっちんの方のライブでお邪魔したりとかして、うん、はい、一番合ってるのね、うん、そうなのよ、嬉しいよ、嬉しいよ、私も嬉しいよ、うん、だって YouTube とか、うんうん、あの私が始める前にも、うん、もみきティがハロープロジェクトの中で一番最初に誘ってくれたからね。あ、本当に？そうなのよ。嘘？本当。私ナイスじゃない？そうだからね、うん、あ、みきティもう本当にいいなって思ってた。ありがとう。なんかこう昔から変わってないよね。本当、うん、変われないのが悩みっていうかさ。いいと思う、そのままでいてほしい、うん、私もなんかもうちょっとなんか、うん、裏表ある人になりたいの。かといってね、なんだろうね、うん、あのモーニングとか、うん、ハロプロとかって、うん、なんかこう会ったらすごい喋るけど、普段から連絡取ってるわけじゃないんだよね。あれ私だけじゃないよね、なかなか、みんなもそうなの、なかなか取らないよ。昨日、うん、ケイちゃん、ケメコから LINE 来たぐらいかな、うん、ケメコから何の LINE 来るの？チーズケーキ旦那さん作ったから、あー来た、送るねって、うんうん、うん、ありがとうって。まだ既読スルーしてる。あ、やばい。ちょっとミキ様。違うの、私は今日ライブがあるから、今ちょっとあ、それどころじゃないなと思って、あ、はいと思って、うん、一回閉じたのね。ありがとう、思い出した。じゃあ今日終わってほっとしたら返してあげて。そうだね、終わったらちょっと本当に返します、うん。
おめでとうございます。ちょっと待って、お邪魔します。ミキティ20周年おめでとうございます。ありがとう。いやちょっとこっち見てよ、なんてかっこつけてんのよ。いや違う違う、配信の方ありがとうございます。品川庄司の庄司です。よろしくお願いします。違う違う、花をくれ、バンドさんありがとうございます。違う違う、花をくれ、おめでとうございます。ありがとうございます。すいません、お邪魔します。素晴らしいライブでしたよ、本当に。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。僕が言うのもなんですけども、うん、置き手紙良かったよ。めちゃめちゃ良かったよ。良かった。俺はね、あそこでね、うん、涙したんだよ。泣いたのね。いやでも温かいです、こうやってね、うん、あの迎えていただいて本当にありがとうございます。本当に私もうちょっとでもあのなんか綺麗な感じで並びたかったのよね。本当にね、うん、歌ってくれてありがとう。いや本当にうん、まああのフライデーがあってね、一時歌わない時期があり、はい、まあこう節目節目で今歌わさせていただいてますけど、うん、もうすごい歌え横でも言って、まあ、こっちもね言ってくれてましたけども、うん、そう歌ったらいいじゃんってね言って、 YouTube でギターね、はい、背中感じながらね、はい、歌ってたそうね。はい、ロマンティックの花咲く夜の口は史上最大で心のビーバレー、ロマンティックの花咲く私の部屋、いつもと違う景色に変わった、今本当に私もこういう5年ぶりのライブでみんなの声が聞きたかったり、まあ、久しぶりの皆さんの顔が見たかったりとかする中で、まあ、いろんな制限がある中でというライブですけれども、リベンジじゃないですけど、またちょっとねそれはもう本当約束したいなと思いますので、ぜひぜひその時は皆さんごちも言ってましたよね、裏切らないで来てくださいね。本当にありがとうございます。